はい、水亀座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月3日満月から7月18日新月までの流れをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、下半期のテーマも別動画でアップしていますので、まだご覧になってない方はそちらもよかったらご覧ください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードのキング、ワンドキング、カップ7、ワンド10、逆節制、カップとキングの逆、そしてカップエースです。気をつけることや、対策はワンドナイトとカップ9逆とオラクラ。はい、女強行ということで、なんかこの時期とっても7月とても聡明な感じがしますね。そして人間関係が結構濃いですね。いろんな人と会っている。しかもなんか友達とかいうよりもなんか仕事関係の人とか何かの専門家、勉強してるその先生だったりとか、なんかそういう 何かの専門家の人たち、たくさんの知識を持ってる人たちが集まっているみたいな感じがあり、人間関係もとても活性してますね。で、その中でちょっとだけ注意してほしいことがあります。7月に至るまでに、いろんな可能性がおそらく水亀座さんの中で開花してると思うんですね。 あれもいいな、これもいいな、あれやってみたいなみたいなとか、なんかとてもこれって自由な感覚でいいと思うんですよね。なんですが、ちょっとお仕事なのか役割、自分が毎日の義務の中でこれをやらなきゃいけないと思っていることがちょっとこう負担になっているみたいなので、例えば主婦の方でもね、あれもしてこれもしてって家のことやってたらキリがないんですけど、そういうのも少し減らしてみようとか、仕事でもここまでにこうしとかないとみたいな感じですごくたくさん抱え込んでいたものを少し下ろそうかなみたいな形で、お仕事に関しては少し役割を減らすっていうスタンスでも大丈夫みたいです。とてもねこの時期聡明なので、その全部万端に準備万端にしていなければうまくいかないのかっていうと、そうではなく、もうありのままの自分で自分に正直になんかすがすがしくいれば、必要なことって必要なタイミングで起こるしうまくいきますよみたいな、その時その時で対応していけますよっていう感じで言われてるので、その準備にものすごい時間をかけたりとかしなくても大丈夫ですよって言われてる気がしました。で、そしてとてもそういう聡明でね、ちゃんと何をどうすればいいか分かってる、物事のプラス、メリットとデメリットも分かってる、可能性とリスクも分かってるみたいな感じがあるので、何の心配もないんですが、あえてちょっと注意するとすれば、その聡明な感覚だったり客観的に物事を見てる視点っていうのは、みんながみんな持ってるわけではないので、なんかそれを教えてあげるみたいな形で誰かにこう伝えたりとかすると、相手も結構いろんなことを勉強してきてたりとか、相手もそれなりの何かの専門家だったりするので、なんていうかな、教えてあげるっていう意識はなくても大丈夫みたいです。なんかちゃんと言ってあげないと困るんじゃないかなとか思って、こう言ってあげたくなるかもしれないんですけど、別にそれは大丈夫っていう感じがします。それよりもご自身の役割を少し減らしてあげる方がスムーズかなって感じがしました。ただそれでもですね、自分の中でその力量を分かっているというか、ここまではできる、これ以上はできないみたいなの分かっていらっしゃるようで、非常にバランス取れてますよ。節制は出てますのでね、もしですけどちょっと ここまで迷っていて、お仕事どうしようかなとかって思ってらっしゃる方がいたら、仕事に関しては一つ答えが出るというか、この方法でやっていきますとか、こうしますみたいなのはあると思います。いい導きのもとに、自分の天職に結びつくみたいな感じがあるので、いい関わりができそうですね。はい、ちょっとそして、フールの逆っていうのは、
なるほど。ちょっとこの最初のね、キングと関連してるかもしれないんですけど、その誰かに何かを教えてあげなくちゃって、もし思っているとしたら、それはやっぱり手放していいですよっていうふうに言われてます。まあ、優しさゆえにね、何か伝えてあげたいなとか、もし気づいてなかったらみたいな感じで言ってあげたくなると思うんですけど、それが全然相手に通じないみたいな感じもあり、そして相手は相手で、なんか本当にそれどころじゃないみたいな形で、なんかそれぞれの生き方、それぞれの世界でそれぞれの生き方をしてるっていう形なので、こちらが口を出せないって感じがするんですよね。でも口が出せないんだけど、口を出したくなるのか、気にかけているのか、で、それを気にかけたところで、なんかちょっとこうお互いのこうなんかレールがもう違うみたいな感じもあるのでね、そのことを気に病んだりする必要は全くないっていう感じがします。で、そして、でもまあ水瓶座さんはそんなにそのこと気にしないみたいで、7月は7月の新たな喜び、新たな期待があるって感じがしますね。特に仕事面がいいですね。なんだか、まあ、今星で見ても日常生活を整えましょうっていうのはきちんと役割こなせる時なので、従業員の方とかこう仕事の役割っていうのはちゃんとこなせる、星で見てもだし、カードで見てもですね。ただ雑務をこなすとか役割をするっていうだけではなく、あ、これ私やっぱり好きみたいな、自分のなんか天職みたいなね、これ私の役割だみたいなものを見つけて嬉しいって感じがします。で、ちょっとまだね、その本当の喜びっていうのがまだ確実になってないって感じがあるんですけど、そうね、微妙ですね。そうね。最初にお伝えした、なんか今回ね、キング3枚も出てきてまして、そういうさっき言った専門家とか何か立場がそれなりにしっかりしてる人たちが集うよっていう感じなので、そういう人間関係の中では別に余計なこと言わなくてもいいっていうか、アドバイスはいらないって感じがするんですが、ただ自分が感じたこととかを誰かにシェアして喜びを一緒に分かち合うっていうのはとてもいいようで、それは相手の立場とか年齢とか状況っていうのは全然関係なく、なんか自分が例えば上の立場だからこんなことを部下に言っちゃいけないかなとか、甘えちゃいけないかなと思うかもしれないんですが、そこは関係なく、自分の気持ちはいろんな人にシェアしていいよって言われてます。特に友達とか結構親しい人には、そういうちょっとご飯食べに行ったりとか飲みの会とかでシェアしても大丈夫だよって感じがします。そしてすごくやっぱりきちんとやることやらないとみたいな感じがあり、その努力の姿勢っていうのは素晴らしいですね。で、ちょうどね、7月の11日ぐらいがエネルギーの変わり目だと思ってもらったらいいんですけれども、この3日から18の間であったら。で、その7月11日以降っていうのも、なんか見えない努力をしていきますみたいな形に出そうなんですね。で、その見えない努力っていうのが、あからさまにやってますというわけじゃなく、その周りの人がすごくすごい人たちばっかりだから、自分はせめてできることやっとこうって言って裏でコツコツ努力してるみたいな感じ。でもそれが本当に自分のためになって、これを努力するのが楽しい、あ、この知識得たいとか、もっとこれを勉強したいと思うのであればいいんですが、周りの人に合わせるために、そのレベルに到達するためにもっと自分を頑張らなければと思ってるのであれば、それもちょっと置いといていいですよって感じがしました。ちょっとね、10、10ってこれもなんかマックスこれ以上頑張らなくていいよみたいな感じがあるので、まあ頑張りたい気持ちがね、あると思うんですけど、7月18日までは自分の直感とか今持ち合わせてる技術、知識で十分やっていけますっていう形で出ています。そんな感じかな。はい、ちょっと最後にもう1枚だけ引いてみましょうか。まあ、喜びをね、ちゃんと感じてるわけですから、それを感じきる前に、あ、もっと努力っていうよりも、しっかり喜び感じきってくださいね。ビクトリーということで、勝利っていうカードが出てますね。まあ、これはソードのエースなんで、若干、ちょっと切り開いていくぞとか、勇気を持ってやっていくぞっていう感じですけれど、でもやっぱりなんか、ね、カップエースにしろ、ソードのエースにしろ、で、か、あの、銃の、逆っていうのが2枚出てるので、無理してやっていたことっていうのはちょっと終えて、そして自分の中の直感を使って、何か本当に自分がやるべきことに携わっていく、
そしてそのことを十分に喜んでくださいっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら参考になったよっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、ということで次回また7月末までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間になりますように。失礼します。